今日は曇ってるな。桜島の上の方があんまり綺麗に見えないね。一日、昨日の朝の方が見えたか。いいね。よっこらせ。でもすぐすぐでしょ。すぐ巻くんだけどね。なんか痛みだと。あ、もういい品か。おじゃん抱きついてき最後。おばあちゃんつって。じいちゃんが羨ましそうな顔してた。じいちゃん。会合とか今月の議長を務める。じゃあ行こうかな。山形屋に来ました。ちょっとさ先に近い時間もあんまないんで、地下の金星饅頭コーナーに早速行きます。この頃からあるよこれ。おう、このキャンディー 100g いくらみたいなやつ。ロンドン焼きの、ね、ロンドン焼きと一緒。火の世界と一緒じゃないか。ここはね、あん巻きってのが売ってるんです。あん巻き、これ16個を一つお願いします。はい、行きます。これが1000テラスみたいなのやるのかな。餃子のミッチーとか出てるし、建物がめっちゃでかいじゃん。こんな商業施設が、あの宝楽まんじゅうがいわゆる大判焼きで、うちの親父が大好きだったんだ。うわすごい、めっちゃ並んでる。すごい行列、2階と1階で並んでるわ。白熊ね、一応ハンディ白熊みたいなのはあるけど、ちょっと食べにくいし。あ、本当に図書館なんだ。上に行きましょうか。本当に図書館なんだ。なるほど。おお、展望テラスって。ここから見ると桜島が近い。近いよね、大きいよね。鹿児島銀行の屋上から見た。もっと出さないと、顔をもっと出さないと。すごいわ、ラーメンでございます。空いてるかな、そこ。うん、いや、もう開いてんじゃん。こんなラーメンね。来た、これ。うん、昔からある。トモさんの、あの、すごいわ、ラーメンです。テラスも見たしな。無事お土産買って博多に向かいます。黒岩ラーメンが美味しかったな。どうせのラーメン美味しかったぜ。美味しかったか。ここだけど、めっちゃ並んでるんですよ。じゃあ買いますか。
お土産。うん。カルカン。自然薯って山芋だよ。今日は桜は無事に動いてそう。これで博多まで向かいます。さらば鹿児島。また来ましょう、鹿児島には。イエーイ、やってらまー。予定通り出れそうでよかった。今からバスでホテルに向かいます。来ました、ヒルトンシーホーク。ホテルに到着ですね。あそこに海岸があるよ。あ、泳げるんじゃあそこで。金星饅頭をちょっと食べとくかな。これが金星饅頭、ロンドン焼きだよ、もうほぼ。はい、どうぞ。味を出してね。いいっしょ。あとあんこが違うな。あんこはしっとりしてんのかな、うん、白あんのタイプが違いそう。あ、3つ、3種類あるらしいよ。美味しいですか？ちょっとペイ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 、ほらすごいね、もうすぐペイペイドームだ。みんな野球場に入っていってるよ。ビジターパーク、あ、すごい、ロッテグッズ持ってるじゃん、ちゃんと。頑張ろうキー、頑張ろうキー、ストラックアウトチャレンジってやってるよ。じゃあ、これ赤線から、赤線からで、赤線から。お真ん中やったな。4階だ、野球パーク、念願の野球パークにやってまいりました。あ、キャッチボールゾーン、グーディングで。頑張れ、34、惜しかったな。下。いや、光ってるやん、光ってるところ、赤くなってるところ、そうじゃん、8って光ってるやん。こっち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 、はい、あ、上、ランキング C。ピッチングスピード、84キロでした。スタートポジションでスタンバイ。ボールが飛んでくる方向に注意して、投球されたボールを素早く拾って内野手に送球してください。はい。
だけ住んでしまう。これめっちゃ柔らかい。ボールミス。154kg の球。怖っ。
あ、あかんかんかん。お、すごい。なんかずるっこいストライク。お父さんと並んだ。120点。120点でした。お、さあ、楽しみました。面白かったな。じゃあ帰ります。3個やかな。完売が多い。完売が多い。今ちょうど試合が終わったのかな。もう終わりそうで、やってんのか。今日はホークスの石川選手がノーヒットノーランしたみたいですね。すごい。